知ってん
パラリンシャンパラリンと早やしてたもうえロードレゴの Thank you.
してるって感じですね。まあ、カメラやってよかったなと思うことはどういうことですか？そうですね、今までそういう伝統とかいうものとかよく本当に分からなかったりとかしたものをこうなんだろう、こう結構やっぱ興味を持つようになったし、こうなんそこに関われてるっていうのがすごく嬉しいし、そういうのは良かったなっていうふうに思います。載せられたし、聞きていいつもそのタイミングを見計らうってのは大変じゃないですか？全くその通りでした今日は安心して、今日は安心して。そうですね、今日は、ね、いつもより良かったと思います。いつもより良かった。いつもより良かった。それ、今カメラは何年ぐらい？そうですね、もう10年超えてしまいましたね。あ、そうですね。はい、地域は釜山ですか？あ、生まれは全然隣町なんですけども、ね、結婚が大きいんですけど、会社に誘われまして、一回出たら抜けられないという話を頂戴しまして、まだやってます。こういう関係もあるんですね。だから何がどう、 こうきっかけになるか分かりませんですね。まあ、この、まあ、皆さんと一緒にどんなふうにカメラを続けてきたか。そうですね。まあ、そうですね。先ほどの花粉なんかのご案内もありました通りですね。なるべく続けていけるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。毎年、4月の29日にこの熊野神社で、祭礼があります。神社で、奉納して、今年もあの御神楽とこの三和を奉納しました。そしてその午後に今度は地元の、公民館みたいなところで、4時間ぐらい公演します。それ毎年やってますので、今年はまあ、コロナで復活して完全にやりました。来年もきちっとやると思いますから、ぜひその段物を見ていただきたい。これまたね、泣かせるんですよ。実はここで昔、今から十数年前に北上川と神楽ということでやったんですね。で、お松の法院神楽、そしてこの草神楽、そして、北上の我が大乗神楽という、この3つの北上川を通じて神楽がどんな風に変わってきたのかというところをお見せしたことをやったんですね。で、そういう意味で神楽というのは奥が深いものですから、現地で見るのが一番だと思います。ぜひ、熊野神社の祭礼に行ってみてください。よろしくお願いします。それでは、ということで、ご覧ください。今回、残すって言われたんですよね。そんなわけで結構おしゃべりさせていただきましたけど、神楽は、4人で、4人で、参ります。先月、3月かな、藤沢の方の会館で、岩戸開きをやったんですね。で、岩戸開きの後に、そのいわゆる御神楽といいますか、みんなでその御神楽を、そこに出演した人が、踊るんです。さっき岩永姫じゃないんだっけ、稲田姫の時も最後4人で参りまして、あれが一つ御神楽。それと同じようにやった時に、地域の女性たちがたくさんその御神楽をやったんですよ。これはね、見事なスペクタルでしたしね。今日は4人ですから、それでも迫力ある内容をやっていただけると思いますんで、この太鼓のそのリズムといいますか、こう太鼓の打ち方によってですね、メロディーラインが作られるんですね。ここがね、この太鼓の大きさの秘密なんです。で、その叩き方っていうのがやはりその名人と言われる人たちがいまして、もちろんこの草神楽の千葉さんも名人です。で、この笛がないんですよ。だから笛の代わりにですね、この太鼓でもって一種のメロディーをつけるというところにその技があるんですね。その辺も含めてですね、聞いていただければと思いし、前を見ていただければと思います。それでは、カメラお願いいたします。Thank you.
Thank you.
Thank you.